指名手配犯に関する雑学。現在日本の指名手配犯は540人いる。指名手配犯は自首しても罪は軽くならない。日本で手配写真のシステムを作り出した江藤新平だが、皮肉にも日本初の指名手配犯になってしまった。交番に貼られてるのは重要指名手配犯、その中のほとんどが海外へ逃亡してると言われている。